こんな風で入道は源氏に親しく扱われているのであるが、この気高い貴人に対しては以前はあんなに独り決めをしていた入道ではあっても、無遠慮に娘の婿になってほしいなどとは言い出せないの。自身で歯がゆく思っては妻と二人で嘆いていた。娘自身も並々の男さえも見ることもまれな田舎に育って、源氏を好き見した時からこんな美貌を持つ人もこの世にはいるのであったかと驚嘆はしたが、それによっていよいよ自身とその人の見覚を明瞭に悟ることになって、恋愛の対象にすべきでないと思っていた。親たちが熱心にその成立を祈っているのを見聞きしては不似合いなことを思うものであると見ているのであるが、それとともに低い身の程の悲しみを覚え始めた。